は、坂広家の守備力と小山根の攻撃陣のバリエーションの差、どっちが魅力的だと思いますか？相手が強くなればなるほど坂広家かなって思いますね。ボールを持つ時間が少なくなるんだったら。ボールを長い時間持てるんだったら山根ですね。